君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを。異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に。理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして死んだんだ、兄ちゃん。どうしてなんだよ。人類がもういない。2B に何て言えば。戦闘配置行かなきゃ。司令員、 9S に出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。命中してよかった。俺は全部破壊してやる。
大丈夫？大丈夫。この化け物を倒す。わかった。
何があったんだ。ネットワークに接続されている全ての機械生命体が一斉に暴走したんです。おそらく全体を統括しているユニットが暴走したかと。イブって機械生命体だ。その統括しているユニットを破壊すれば全体の活動が停止するの。おそらくポット、イブの位置を特定できる。報告、位置はすでに特定、地図にポイント完了。私たちがイブを倒す。パスカルは村を守ってて。お気をつけて。来たのか。お前たちも思うだろう、こんな世界意味がないって。俺にとっては兄ちゃん、兄ちゃんだけが全部消えてなくなる。周りの奴らのエネルギーを吸ってるのか。このままじゃ拉致が開かない。イブにハッキングして停止させてみる。トゥビー、援護して。了解。なかった。
水上退避。ここまで来て逃げるわけにはいかん。俺にとっては兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。警告、ユーマ機体 9S の磁場データの汚染を検知。推奨、早急な退避と治療。あと少し。今の持つオブジェクトコントロール機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、
全部。分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね、汚染データをバンカーにアップロードするわけにも。データ信号が共鳴し合って、機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。
こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に僕が自分のボディに戻れたらいいです。よかった。うん、こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。僕らは今
思い返せ。故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって、今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。